テルグラムへようこそ。今回は大阪マリオット都ホテルに宿泊しております。はい、このホテルはマリオットボンボイ加盟の本家マリオットブランドのホテルでして、大阪のね、天王寺あべのハルカスの、高層階に、ね、位置するホテルです。そして今回は、コンフォートスイートというね、38階のスイートのお部屋に宿泊しております。まずはお部屋の様子見ていただけたらと思います。ルームツアー行ってみましょう。はい、それではルームツアー始めていきます。今回は3823という38階の角部屋です。はい、お部屋ね、今回スイートということで結構広いので、まずはね、ざっとお部屋の様子見ていきたいと思います。こちらエントランスにはね、このように玄関が用意されてまして、入って正面にはラゲッジスペースと下駄箱のようなねスペースも用意されております。こういったね鏡がね用意されてて、天井もね、お部屋全体としてもね高いです。入って右手なんですけれども、このようにねリビングスペースが用意されております。窓もね大きいです。そして、右手には、ミニバーのね、キャビネットが2つ用意されてまして、奥にある扉の先が、トイレとなっております。そして、振り向きまして、またね、こちら反対側の方進んでいきます。廊下抜けていきますと、このように寝室が見えてきます。広々としたベッドに奥にクローゼットがありまして、大きな窓、そしてテレビと横に、デスクの用意もあります。そしてさらに右手には、床がねストーンに切り替わりまして、正面にはこのようなダブルシンクが用意されております。はい、で左手奥にはこんな感じでね、とても開放感のあるトイレがありまして、反対側にはこのようなバスルームが用意されております。はい、広々としたバスルームで、奥にはね窓もあってビューバスになっております。また奥にはテレビとアヒルがね用意されております。再びエントランスの方を戻りまして、入り口で入ってすぐに広々とした玄関、そして一段上がる形でお部屋の方に入っていきます。はい、玄関にはこのような立派な下駄箱と奥にラゲッジスペース、そして靴べらの用意がありまして、横にはね姿見があるんですけれども、高いね天井の方までずっとつながっております。では反対側向きましてリビングスペース見ていきます。はい、右手にねまずキャビネットが見えてきまして、こんな感じでね、3段用意されております。真ん中の段にマグカップが2つ入ってまして、その上の段にはネスプレスマシーンのカプセルや、ミルクやシュガーティースプーンにペットボトルの水が4本用意されております。こちらの後ろには白いボディのネスプレスマシーンがありまして、反対側左手には、立派な茶器が用意されております。この急須に、湯飲みで電気ケトルがありまして、奥には紅茶や煎茶のティーバッグが用意されてます。横には空気清浄機が用意されていて、左手向いてこちらにもねキャビネットが用意されております。開けるとこんな感じで、下の段に、グラス類、そして真ん中にはワインオープナーや、アイスペールが入ってまして、その上にはこのようにビスコとプリングルスがね用意されております。また右手下には冷蔵庫がありまして、中にはジュースやビールにワイン、お茶、炭酸水が入っております。そしてこちら右手の扉なんですけれども、トイレが用意されてます。はい、開けるとこんな感じで引き続きウッドの床のトイレが用意されております。正面にはねアートが飾られてまして、その下には流すボタンやオシュレットボタンで、トイレットペーパーがワンロールありまして、イナックス製のトイレが用意されてます。こちら、ね、中に入ると自動で開くタイプですね。反対側にはシンクがあります。はい、タンのね、ハンドソープが用意されてて、シンクの横にはタオルと、それからね正面は全面鏡になっております。トイレから出まして、正面に見えるのがこちらのリビングスペースです。はい、右手の柱の後ろに電気のスイッチ類や、ドレープやカーテンのね開け閉めのボタンが用意されております。それではリビングスペース見ていきます。このような L 字型のねソファーに、クッションがね4種類ずつ、こちらには5種類ですね置かれております。そして階段をね2段下がる形で、カーペットのね床にね降りていきます。真ん中にはローテーブルがありまして、このローテーブルのね真ん中にはウェルカムメッセージとギフトとして、お菓子やねフルーツなんかをいただいております。横にはねお花も飾ってありまして、窓の方にはスツールが用意されております。そして右手奥の壁には、棚がついてまして、メディアのプレイヤーが用意されてまして、その上にはシャープのテレビが置かれております。そしてさらに上には立派なねスピーカーの用意もあります。そして左手向きまして、こちらね、さらに高い位置まで窓がねついております。
そして左手ソファーの、ね、奥の部分にはテーブルが用意されてまして、ティッシュとそれからライトが、ね、用意されております。またこちら側からの、ね、景色なんですけれども、ちょうど、ね、西側の風景が眺められます。大阪マリオット、ね、名物のこの、ね、眺望素晴らしいですよね。階数は、ね、38階ということで普通のお部屋よりは、ね、低い位置なんですけど十分、ね、素晴らしい景色が眺められます。それではリビングスペースからこちら廊下抜けまして、ベッドルーム見ていきたいと思います。入ってすぐ手前に、ベッドが用意されております。はい、ベッドサイドテーブルは、コンパクトなんですけれども、電話とアラームにスピーカー、それからマリオットのロゴ入りのメモ帳にペンが用意されております。そして後ろには、各種電気のスイッチ類や、カーテンの、ね、開け閉めのボタンが用意されております。そして USB の、ね、ポートも一つあります。また上にはこのようにベッドサイドのライトが用意されてまして、引き出しの中には聖書とそれからソーイングキットが用意されております。枕なんですけれども結構細長いタイプのかなり大きめの枕が4つ用意されております。でヘッドボードはウッドになってまして、その後ろにこのようなバックライトがついております。ちょっと引きで見ていきましょう。ベッドはねこんな感じで立方体のようなねフレームが用意されております。はい、足元にはねフットベンチがね用意されてまして、そのままね正面にテレビもあるんで、ソファーとして利用できるようになっております。まあ、このフットベンチ兼ソファーの前には、丸いテーブルが用意されてまして、両サイドにはクッションも用意されております。ベッド正面から見るとこんな感じの雰囲気になっております。反対側のベッドサイドテーブルも同様で、ライトにそれからフットライトのスイッチと USB ポート、それからねこちらベッドサイドテーブルが用意されております。次にこちらクローゼット周り見ていきます。こんなんだね、広々としたクローゼットになっております。右手にはね、カゴの用意とあとねフックも用意されております。はい、で真ん中のね大きな扉開けていきます。こんな感じでクローゼットが見えてきます。右手には傘と消臭スプレー、それからブラシがねかけられております。床に行きましてトレイの上にスリッパとランドリーバッグ、奥にはシューポリッシャーとシューシャイナーが用意されております。で左手にはアイロンとアイロン台が横にかけられてまして、奥にはラゲッジラックが折りたたみで用意されております。そして右手にはマリオットロゴ入りのバスローブが2着かけられてまして、クリップなしのハンガーが4本と肩掛けのものが2本、そしてクリップ付きの太いハンガーが4本用意されております。続いて左手の方を見ていきます。特に、ね、上には何も置かれてなくて、広々としたラゲッジスペースが用意されております。下に引き出しが4つありまして、下の引き出し開けると右手にセキュリティロッカー、左手に紙袋が用意されております。左手上の引き出しには、マリオットロゴ入りの、ルームウェアが、ね、置かれております。こちら上下セパレートのタイプです。それではベッド正面の、テレビやねそのデスク周り見ていきたいと思います。その前にねこちら正面がね、とても大きな窓になってまして、その景色も見ていきたいと思います。ちょっと眩しいんですけど南の方の景色が眺められます。下にはね、キューズモールとかがね見える方向ですね。ちょうど奥の方にねこれからサンセットで日が落ちていくんで、とても綺麗なね景色が眺められそうです。それでは手前に戻りまして、こちらベッドやソファーの正面に大きな、ね、テレビ台がありまして、シャープのテレビが置かれております。右手奥にはデスクのスペースになっていて、チェアも、ね、かなり立派なものが用意されております。でデスクは、ね、天板がガラスになっていて広々としたスペースがあります。左手奥にはライトが用意されてまして、右手にはメモ帳にペン、それから、電話とこちらの、ね、蓋を開けるとこちら、ね、電源が用意されております。デスクの引き出しには、一応ランケーブルや、レターセット、それから、ね、下にゴミ箱が用意されております。それでは続いて、ウェットエリア見ていきます。スライド式のドアで開け閉めできるようになっておりまして、その先進んでいきますと、まず正面には、大きな、ね、ダブルシンクが用意されております。結構ねスタイリッシュな空間になっていて、細長い鏡が2つに全体的にね角張ったデザインになっております。真ん中手前にはスツールが用意されてまして、その奥のボックスに、シャープのドライヤーが用意されております。右手にはゴミ箱とシンクの手前に電源、それからタオル掛け、反対側も同様に用意されております。シンクは両方ともこのような長方形になってまして、シンクとシンクの間には、マリオットのエンボスの入った、小さめのタオルが2つに、タンの、ね、アメニティが用意されております。
シャンプー、コンディショナー、ボディウォッシュ、ボディローション、それからハンドウォッシュもありまして、手前にソープもあります。右手のシンクのさらにね奥には、このようなケースが用意されてまして、下にね細かいメイティ類が入っております。こんな感じでマリオット大阪都のロゴ入りの、箱に入った、歯ブラシにバニティキット、それからレディースキットにカミソリ、そして、ヘアブラシとね、それぞれ2セット用意されております。そしてこちらの上には、コップが2つにスキンケアキット、それからマウスウォッシュやシェービングジェル、ボディタオルと、そして、ティッシュの用意もあります。そしてシンクのね奥、鏡のね後ろは全てねこういった窓になっててね、素晴らしい景色を眺めながら、利用できます。でそしてね、奥にはこんな感じで、とてもね開放感のあるトイレが用意されております。はい、こちらもねリナックス製でして、左手にはトイレットペーパーと流すボタン、そして奥にはかなり特徴的なオブジェが飾ってあります。そしてトイレの手前には、タオル類、ハンドタオルとバスタオルが2つずつ、そして下には洗濯かごと体重計の用意があります。では反対側向きまして、お風呂のエリア見ていきたいと思います。入り口の部分は全部ガラスになってまして、進んでいきますと左手に大きなバスタブが用意されております。で右手にはねちょっと細長いんですけど広々とした、洗い場が用意されております。奥にはこのようなナッキーのね椅子が用意されていて、シャワーもねこういった感じでヘッドがかなりね大きいです。で、上にはねこちら天井かなり高いんですけど、はい、レインシャワーもついております。そしてバスタブなんですけれども、このようにテレビがついていて、バスタブもね結構ね大きなものが用意されております。こちらにもねハンドシャワーがついてまして、蛇口周りもねとてもおしゃれな作りになっております。奥にはバスソルトが2つ、そしてねなんて言ってもこちら大阪マリオット、まあ、スイートのお部屋のね名物の大量のね、アヒルが用意されております。でそして奥にはね窓がついてまして、大阪のね西側の風景を見ながらお風呂に浸かることができます。はい、いかがでしたでしょうか。はい、でこちらのお部屋38階にありまして、ラウンジと同じフロアですね。他のお部屋はだいたい50階以上のね、フロアにあるんで、そう考えるとちょっと低めの位置であるんですけど、まあ、それでもね38階なんで相当な高さがあります。でかつねラウンジと同じフロアということで、とにかく天井が高くて、その分窓も大きいんで、大阪マリオット都名物のこの眺望をね楽しめる作りになっております。お部屋入って右手にある、リビングスペースとベッドルームがねしっかり分かれてまして、それぞれね違った景色を眺めることができます。このお部屋のね特徴としてはね、ウェットエリア周りがねとてもね素晴らしい作りになってまして、このお部屋のちょうど角のところにトイレがありまして、この2面のね窓に囲まれる形でとてもね開放感のある作りになっております。またねシンクの裏手や、バスルームからもね外の景色眺められるようになってますんで、ウェットエリア全体とてもね素晴らしい空間になっております。またこれもね名物のアヒルがね大量に用意してあるのもね可愛らしくもあり嬉しいポイントです。でもちろんベッドやデスク周り、そしてこのリビングスペースもねかなりゆとりのある作りになっていて、リラックスできるスペースがねいろいろあるのも嬉しいポイントです。またラウンジと同じフロアということで、ラウンジへの行き来もね簡単にできるのもねいいところかなと思いました。ホテルグラムではこのようにいろんなホテルのお部屋をルームツアーの形でたくさん紹介していきます。ぜひチャンネル登録、コメント、グッドボタンたくさんいただけると嬉しいです。それではまた次のお部屋でお会いしましょう。